い、ふどきです。今回は神武統制初期の主要キャスト彦五瀬の命様に関してご紹介したいと存じます。今回は彦五瀬の命様のそのモデルとなる方とですね、そしてこのお話の黒幕となる方は誰なのかというお話をご紹介したいと存じますので、最後までご覧ください。それでは参りましょう。前回までのおさらいですが、新熱彦の命様とですね、神武天皇がお会いしましたというようなところでね、神武天皇はいよいよ大和に行こうとするといったところでね、お話は終わっております。そして、神武天皇と新熱彦さんの出会いというものはですね、そのモデルとなるものがあるといった話をさせていただいて、さらにそれとモデルに描いたお話が神代記にもある、つまり計3回同じ話が語られているよといった話をしたのが前回までの内容となります。つまり日本書紀や古事記というものは一つの話をベースに計3回は同じ話を繰り返し記載してしまっているというですね、不思議な書物だよというようなことを言いました。まあ、これはですね、おそらく神道が異なっていて、まあ、異なる神道と異なる神道の教えを、無理やり万世一系という一つなぎにしてしまったことの弊害ではないかというふうに、不動産的には考えているんですが、とにもかくにも3回描かれているといったところがね、ポイントになってくるかと存じます。さて、ではここから先の方にですね、お話をようやく進めていきたいと存じますが、これ以降もね、この3回お話があるっていうのはかなり、鍵を握ってくるところなので、とにかく3回お話が進んでるよっていう風に考えておいていただければと存じます。ではですね、新熱彦と神武天皇が出会ったところからね、さらにお話を先に進めさせていただきます。いよいよここから神武天皇は大和に向かって進んでいくんですが、ただですね、そうすんなりはいかないということは、もちろん神話好きのね、この私の動画を見てくださっていることはすでにご存知かと存じますが、ここからですね、神武天皇という方ではなくてですね、実は別の方のですね、視点で話が進んでいっています。その人物というのがですね、神武天皇のお兄さんの彦五瀬の命様になります。この彦五瀬の命様、実は結構重要なキャラクターなんですが、あまりに冒頭に登場して冒頭にいなくなってしまうので、あまり皆さんの印象の中では薄いかもしれませんが、ちょっとこの人物に関してですね、今回はフューチャーしながらお話を進めさせていただきます。そもそものお話になりますが、神武天皇が神武統制を始める一番最初のところ、あのきっかけとなる場所なんですが、神武天皇はですね、宮崎県にいるっていうことはね、氷向の地にいるということになっているんで、そこにね、40歳ぐらいまで住んでいた神武天皇なんですが、本当にこれでいいのかなとかいうようなことで悩んでいたりしましたと。なんといってもこの時の日本はですね、すでに弥生時代に突入しているんですが、神武天皇のいる宮崎県の向かいの地はですね、この頃まだ縄文時代です。宮崎県の北の方にね、かろうじてね、弥生文化のね、形跡みたいなものは見られるんですが、神武天皇がいたとされる場所はですね、まだまだ縄文時代真っ只中でですね、かなり時代から取り残された場所になります。やっぱりですね、神武天皇もですね、そんな時代遅れの場所にいるよりは、どこかもっと住みやすい土地に移住したんじゃない方がいいんじゃないかっていうことを考え出していますと。で、神武天皇はですね、それをですね、お兄さんたちに相談します。で、ここがポイントなんですが、神武天皇はですね、日本書紀ではですね、実は4兄弟の末っ子みたいな描かれ方をしています。神武氷向以降の時にもね、ちょっとそこはご紹介してるんですけど、末っ子なのか三男坊なのかちょっと怪しいところだったりするんですけど、とりあえず4兄弟いるということになっています。ところがですね、古事記にはですね、彦五瀬の命しかお兄さん出てこないんですよ。他の二人の兄弟、お兄さん、なぜか登場しません。で、登場するのはこの彦五瀬の命さんだけでですね、しかもこの方、セリフがついてます。神武天皇がですね、どっか住みやすい土地に移住しようと思ってんだけど、どうしたらいいかなーってお兄さんに相談すると、お兄さんは即答します。大和へ行こうと。いいっすね、この彦五瀬の命さんがね、もう一言大和ともう議論なんか必要ないっていうね、この九州男児的な発想はね、なかなかかっこいいなと私は思ったりしております。ですね、この話を聞きまして、神武天皇は、じゃあ神武統制しようということになって、大和に向かってとことこね、東に移動していくということが始まったりしております。
とまあそこからですね、紆余曲折ありまして、神武天皇は吉備の国までやってきます。宮崎県から岡山県までですねやってきて、そこを根拠地とするようです。そしてですね、ここからおそらく彦五瀬の命さんはですね、大和に向かって東西に向かったと考えられます。もちろん古事記や日本書紀を読むと、あの神武天皇自身がですね大和に東西しているというふうに描かれているんですが、ちょっとよく考えてください。まあ古代なんで何でもありかもしれないんですが、普通に一般的に考えて、王様とかその国を代表している人物が直々に戦争のその最前線に立ち向かっていくというのは、まあ滅多にないですよね。もちろん兵士の士気を高めるためにですね、最前線に赴くというのはあるんですが、まあそれは絶対勝てる時だけくらいなもんです。王道的な戦略としては、もちろん王様は国元にいて、その国の将軍が戦いに行くっていうのがまあ一般的なのかなと思います。そしてね、ここの描写がちょっと違ってるんですよ、日本書紀と古事記で。日本書紀ではですね、ここのね、大和に向かって戦いを挑んでいく際のですね、最前線に神武天皇がいてですね、神武天皇が命令を出してるみたいな描かれ方をね、日本書紀はしているんですが、古事記は異なります。ここからですね、大和との戦いが始まるんですが、その戦いの総指揮を行っているのは、どうやら彦五瀬の命としてですね、古事記は描いております。というわけでですね、古事記の記載っぷりから考えても、ここからですね、次今から大和と戦いをするんですけど、その大和に対して総司令権を持っているのはこの彦五瀬の命様というような感覚で、こちらも進めさせていただきます。そんなわけでですね、彦五瀬の命さんはですね、大和に向かってですね、進軍を進めるんですが、道中でですね、長曽根彦さんがですね、待っていて、彦五瀬の命に対して襲いかかってきました。まあ、ここでですね、戦が始まります。この戦が起こる場所なんですが、古事記では白方の津って書いてあるんで、まあ海なんでしょうね。海沿いで戦ってると思われます。ただ日本書紀ではですね、草の坂と書いてるんで、まあ山の中で戦ってるみたいな感じになっていてね、ちょっと描写が分かれるところでもあります。ちなみにこの時なんですが、彦五瀬の命さんはですね、どうやら盾を装備していたようです。彦五瀬の命さんがですね、その盾を置いたから、そこの地名が盾図と呼ばれるようになったというようなね、地名の習わしのね、説明も古事記に載っていたりします。実は盾を持ってる人というのがですね、めったにいないんですよ、盾持ってる人。なのでかなり貴重な描写です。盾を装備して進軍してくる彦五瀬の命に対して、長曽根彦軍は射撃を開始します。この時彦五瀬の命は流れ玉に当たってしまいます。この傷が元でですね、彦五瀬の命はですね、どうも弱気になったのか、まあ、太陽に向かって戦っていたら勝ち目がないから逃げようぜって言って全軍撤退の指令を出します。これにより、神武統制の初戦である草の坂の戦いは、なんと神武軍がね、敗れてしまい、長曽根彦軍がですね、勝利してしまうというわけでですね、神武天皇がですね、いきなり初っ端から挫折してしまいました。そしてですね、この傷が元でですね、彦五瀬の命様はですね、お亡くなりになってしまって、どうやらですね、まあ、場所ははっきり分かっていないんですけど、小野港と呼ばれるですね、まあ、おそらく和歌山県だろうと思われるところでですね、お亡くなりになってしまったそうです。で、この、和歌山県にはですね、彦五瀬の命様をですね、まあ、お墓とされるね、釜山神社さんなんてね、釜山のお墓さんがね、どうやらあるようです。さて、というのがですね、この彦五瀬の命さんが登場してお亡くなりになるまでのお話になるんですが、ここで一つ謎があります。彦五瀬の命様は、なぜか紀の国で亡くなってるんですよ。なぜそこで亡くなる？戦に敗れたら、普通は自分たちの本拠地に置いている場所に逃げると思うんですよ。それまで神武天皇は吉備の国にいるっていうことになっているんで、彦五瀬の命さんも、まあ傷を負っているわけですから、もちろん逃げ帰るとすれば吉備の国に逃げ帰るはずなんですよ。もちろんその逃げ帰ってはいけない何らかの厳しいルールがあったとかね、そういうことも考えられますし、まあ、もともとその吉備の国に戻ることがたまたまなんか潮の流れで戻れなかったとかね、そういったことも考えられますが、まあ、なんと言いますか、縁もゆかりもない吉備の国で
お亡くなりになるというのはとても違和感があります。さあ、この謎を解き明かすために、まずこのキーの国、一体何があるのかというね、神様大集合の俯瞰図をですね、ちょっと、なんとなく見てみたいと存じます。さあ、こちらの絵なんですけど、木の国ですね。木の国に関係のあるね、神様たちをですね、一挙こちらにね、書き出してみました。まずは今回ですね、木の国のお亡くなりになられた、彦一瀬の御事様がいらっしゃいます。この方、盾を装備してたんですけどね、残念ながら盾を装備してたのに、盾でね、矢を防ぐことができずにね、矢傷が元でお亡くなってしまうというね、なんとも残念なお話です。はい。そしてですね、板手の神様公の時にもね、お伝えしました通り、こちらにはですね、板手の神様、磯竹の御事、まあ、板手の神様はですね、板蹴の神様とかいろんな呼び名はあるようですけどね、こちらの神様がもこちらのキーの国にいらっしゃいますと。そしてですね、神武統制の次のお話にはなってくるんですが、ナクサトベさんもですね、こちらも日本初期シリーズで私ご紹介しましたけど、ナクサトベさんもこちらキーの国のナクサ村の方にいらっしゃる方になります。あとですね、ご紹介できてはいないんですが、天の道根の御事様という方もいらっしゃいますし、キーインベシの祖となる天の富の御事様なんかもいらっしゃったりして、実はこちら神様がね、非常に豊富にいらっしゃるね、とても珍しい地域になります。さらにこちらにはですね、超重要神社さんといえるですね、日の熊神宮さんと国粕神宮さんもこのキーの国にあったりします。すいません。ちょっとね、絵の関係ではね、なんか、徳島県にあるよね、書いてあるんですけど、これキー派です。和歌山県のキーに、キーの国にあります。日の熊神宮と国粕神宮は超重要神社さんなんですよ。まあ、この神社さんがなぜ重要かというのはですね、以前もですね、ご紹介させていただきました。まあ、竹三笠の神様公の時にですね、お伝えした内容にはなるんですが、その時にもちょっとこちらご紹介しております。こちらの絵が何なのかというと、神軍を有している神社さんです。まあ、神軍とは何かっていうと、まあ、神社さんが持ってる所領ですね。要するに土地を持ってる神社さんで、その土地の税金をね、でですね、まあ、食べていくことができる神社さんということなんですけど、この神軍を持っている神社さんというのはですね、実は奈良時代初頭の頃までですね、まあ、最初の頃はですね、こちらに書いてある神社さんしかないんですよ。許されてないんです、この神社さんしか。他にもですね、神社さんたくさんあるはずなんですが、こちらに書いてある神社さんしか神軍を有することは許されていません。つまり、裏を返せば、この神社さんはとても重要な神社さんだったというわけになります。で、なんでこの神社さんがそんなに重要かというとですね、ここはですね、天の岩戸事件の際に作られた、天照さんを映す鏡ですね。あの鏡が奉納されているのがですね、こちらの神社さんなんですよ。火の熊の狼としてですね、こちらの御祭神としてですね、まあ、お祭りされている。まあ、そんなですね、重要な、要は天の岩戸事件のですね、まあ、三種の神器ですね。三種の神器の一つがですね、飾られている場所なんで、ですからね、伊勢神宮とかですね、と同じくね、大事な場所というふうにされている神社さんだったりします。近畿地方でですね、この神軍が有されているのはですね、伊勢神宮とこちらの神宮さんだけなんで、まあ、ヤマトの地にとってね、とても重要な神社さんが、この木の国ですね、木の国にあるということになります。ただですね、私は今、まあ、これまでもお話ししめてきましたけど、天の岩戸事件というのはですね、もっとは別の神道の話だよというようなことは今までも、ちょっと話させていただきました。もっとね、東北の方々の神道だろうなと思ってるんで、まだこの弥生時代のこの和国大乱の時代の時のね、主流な神道では、おそらくないんじゃないかなと思ってます。ですので、こちらにですね、彦一瀬の御事さんがいらっしゃった頃というのはですね、まだこの、神社さんというのはね、そんなね、重要な神社さんになっていたというわけで、というかまだできてないですよね。まだできてないんでね、そんな重要な土地ではなかったはずなんですね。少なくとも神社さんとかね、宗教的な意味合いで、重要な土地ではなかったんですよ。では、なぜここが重要な土地になったかというと、おそらくそれは戦略的な立地です。まあ、地理的要因ですね。はい。こちらにですね、紀伊半島ですね、ざっくり上から眺めてみていますが、まあ、ご覧の通りですね、和歌山県この紀伊の国がある場所からですね、実はこの大和の場所まで、一
直線に行くことができるんですよ。これはですね、私が日本書紀シリーズを描いていた時にですね、神武天皇と那久里部さんがなぜ戦ったのかというようなことをですね、まあお話をしてたりした時があったんですけども、その際にね、いただいたコメントの中でですね、おそらくですね、ここの川を登ってですね、大和に攻め込もうとしていた人たちがいたんではないか、まあ神武天皇はそれを狙ってたんじゃないのか、というようなお話をね、くださった方がいらっしゃいました。こうやって見てみると本当にその通りですね、実はここ川があるんでね、川沿いにね、どんどん上に登っていくことができるんですよ、海から。ですのでね、大和までですね、川で海までつながっているですね、非常に戦略的にですね、まあ、地理的に、ね、道の要衝と交通の要衝ですね、交通の要衝になりうる地域だったということになります。まあ、川を船で下っていけば大和から海まですぐ行けたっていうことなんでしょうね、きっと。さて、そんな重要ポイントの、木の国にですね、彦一瀬の御事は逃げてきたというようなことになっているんですが、ですね、これを表現するのがちょっと難しくてですね、彦一瀬の御事さんのがそもそもいたのかいなかったのかっていう話にもね、なったりするんで、なんで、本当にここで亡くなったのっていうような考え方もあるんですが、まあですね、ちょっと俯瞰的に考えると、要するに、私はここのね、釜山のね、紀伊の国でなぜ彦一瀬命が亡くなったのかっていう話は、要するにこの紀伊の国に神武天皇が縁を持ったっていうことをね、つなげるためのエピソードだと思っています。実際にはその直後に、日本書紀では那久里部さんと戦っていたりもするんで、まあ戦って勝ったか負けたかも、それもちょっと怪しいところなお話だったりするんでね、なんとも言えない地域なんですよ、ここは。まあ何にせよ、神武天皇さんはですね、この後紀伊半島をですね、まあ、いきなり大和を攻め落とすんではなくて、この周辺の海岸沿いをね、だんだん支配下に収めておきながらですね、最終的に大和に攻め行くっていうのがですね、神武統制の主なストーリーだったりしますんで、その話に沿って考えると、やはりこの地域、紀の国っていうのはこのタイミングで神武天皇のエリア、支配下に置かれた、というふうに考えておけばいいのかなと思っています。そしてそこにはたくさんの神様がいるんですけど、ちょっとたくさん神様がいて時系列ぐちゃぐちゃになっちゃうんで、代表的な神様で言うと、やはり彦一瀬の命、盾を装備していた彦一瀬の命さんが亡くなったというエピソードと、磯竹る、板手の神様、板けるの神様、要はこの盾を射る神様と書いて、板手の神様もいらっしゃるっていうところがポイントなんですよ。板手の神様はですね、以前板手の神様講の時でもね、お伝えしました通り、もともとはね、出雲の岩見のところにね、磯竹るっていう場所がありますんで、その磯竹るが上陸のね、地である。そこからですね、どうやら海を渡ってこの紀伊半島まで来ているようなんですが、ちょっと待ってください。この磯竹るの神様、まあ板手の神様なんですが、出雲からこの紀伊半島までまっすぐやってきたわけではないんですよ。実はこの板手の神様なんですけど、まあ板手の一族ですね、この一族の方々ですね、播磨の国にいるんですよ。播磨の国風土記によりますと、まあ、神宮皇后の一節とね、逸話として紹介されてるんですけど、板手の神様のですね、人たちがですね、板手の里がどうもあったらしくて、そこの人たちがですね、神宮皇后とですね、一緒に三冠瀬戸に行ったような記載がですね、実は播磨の国風土記に書いてあったりします。ですので、板手の一族は、出雲の、まあ、出雲というか、岩見の国ですね、岩見の国から、この播磨の国にすでに移動してるんです。さらにですね、この播磨の国にはですね、板手氷頭神社さんという神社さんがありまして、そこはですね、板手の大神様がですね、御祭神としていらっしゃるんですけど、一緒にですね、氷頭の大神と呼ばれる方も御祭神としていらっしゃいます。で、この氷頭の大神さんなんですけど、この板手氷頭神社さん、もともとね、なんでここ建てられてるか、この場所に建てられて、播磨の国に建てられたかっていうとですね、どうもですね、岩の里にですね、建てられたよっていうような伝承がですね、残ってるみたいなんですね。そう、岩です、岩。岩と言って、播磨の国と言えば、岩の狼が出てくるんです。つまり、氷頭の狼というのは、岩の狼と一緒であり、そして、岩の狼といえば、足原の始皇、つまり、大国主の神様です。つまり、ここから察するに、大国主の神様と、板手の神様は、何らかの関係性がある神様ということになります。
まあ神話の上でもですね、スサノオの子孫というところは同一なんで、まあ何らかの血縁関係がある一族なんだろうなというのはなんとなく予想がつくところではあります。そしてさらに話を飛躍させていただきますと、岩の狼足原の思考がいるということは、同時代に天の日ぼこさんがいるんですよ。なぜなら、播磨国不動記の中で、足原の思考、岩の狼、つまり大国主の神様は、天の日ぼこさんと戦ってます。というわけでですね、大国主の狼は天の日ぼこさんとちょうど戦争中だったりするんですね。でですね、ここからまたさらに話を続けさせていただきますと、天の日ぼこさんが登場するということは、同じ時代に存在している崇神天皇もいるということになってくるんですよ。前回までご紹介させていただいた通り、崇神天皇と桃祖姫は、この瀬戸内海の大和寄りのところ、つまり播磨国ですね、はっきり言うと。播磨国に付近にですね、どうやら崇神天皇はいた形跡が考えられるというふうに、大きく考えています。そして、ここの絵の中には書いていませんけど、もちろん、スサノオの狼もですね、吉備の国までは、ビンゴの国ですね、おそらくその辺の付近までは、スサノオもいた形跡があります。そんなわけでどうでしょう？和国対乱にふさわしいくらいの大混乱状態、しかもみんな戦争してるっていうような状況になってきました。まあですね、こんなね、大混乱してるね、オールスタースマッシュブラザーズみたいな、そんなね、状態だったんだよということを言いたいわけではなくてですね、つまりですね、何が言いたいかと言いますと、これはですね、話の冒頭でもご紹介した通り、これもですね、3パターンに、同じように当てはまるんですよ。前回もご紹介しました。どうもですね、この辺、神武天皇のお話を中心主軸にですね、お話が3回あるよと。つまり、一つの実際にあったんじゃないかなと思われるようなお話をモチーフにして、2回、神代記と神武天皇編で、同じ話を元ネタとして、同じような話が作られてるよ。つまり一つの話をネタに3回お話が記載されている神代記で1回、神武天皇で1回、そして崇神天皇記以降で1回、計3回日本書紀と古事記の中で同じ話がご紹介されているよということを前回ご紹介させていただきました。つまりこの彦五瀬の命のパターンもこのパターンに当てはまるんじゃないかっていうようなお話です。ではそれを確認していきたいんですが、まず神武統制の神武天皇編の中ではですね、どんな感じのね、人間関係になってるかっていうと、神武天皇がですね、おそらく彦五瀬の命、この盾を装備している彦五瀬の命をですね、まあ派遣してですね、大和をですね、平定してこいみたいな感じで言ってるんじゃないかっていうことが予測されます。そしてですね、この神武天皇はですね、実はこの後の話にはなるんですけど、神様パワーを高見娘の御事からいただいてますよね。天神地義を敬ってってやって。そんなところでね、いろいろやってですね。まあ、日本書紀シリーズでもご紹介してるんで、そちらの方をご覧いただければと存じますが、ここで神様パワーをもらってですね、神武天皇がスーパーサイヤ人状態になってしまうんですけど、まあ、そうやって最強状態になったりしてですね、最終的にヤマトを平定するっていうようなお話があったりするんで、高見娘の御事がですね、神武天皇の後ろ盾みたいなね、そんな感じでですね、実は神武統制というのは描かれていたりします。そしてですね、崇神天皇記以降のお話っていうところですけど、この崇神天皇にはですね、なんといっても大物主の神様という強力な後ろ盾がいます。まあ、桃祖姫様を仲介してですね、大物主の神様のパワーをいただけるみたいな感じに、崇神天皇はなっていたりするんで、まあ、ここもですね、後ろ盾がいるっていうような関係性ができていて、この崇神天皇がですね、まあ、始動将軍を派遣するっていう形でですね、将軍をですね、いろんな地方に派遣していくんですが、まあ、おそらく大和に、送られた神様、まあ彦五瀬の命様のね、モデルとなってくるのはこの彦いさせり彦のね、命っていうとかですね、50ってところで彦50ってね、なんか似てるんですよね、名前が。名前が似たりしてるんで、まあこの辺がね、モデルになってくるんじゃないかなと思っていたりはします。あとはそうですね、彦五瀬の命さんがね、矢傷をもとにですね、お亡くなりになったりしているんで、竹谷安彦の乱の時に出てきて被告部の命さんとかですね、竹谷康彦も矢傷が元でね、お亡くなりになってたりするんで、この辺がやはり共通項として持ってる方々としてね、名前上がってくる、実際にあった登場人物というふうにね、出てくるんじゃないかなというふうに感じます。
あとですね、主人記のところでね、大国主の神様のお名前もちょっと書かせていただいてるんですけど、この大国主の神様もですね、岩の狼という形でですね、同時代に存在しているんで、何らかの形で影響を与えてきます。で、現時点では大国主の神様という風に描かせてください。その大国主の神様とタッグを組んでると思われる磯武尊の神様、まあ、板手の神様ですね。板手の神様も、一緒に描かせていただいていますが、多分ここ名前変わります。後で、はい。もうちょっと別のところですね、お名前が、多分もうちょっと変わってくると思いますが、現時点では大国主の神様と板手の神様という風にここも書かせていただきます。そういえば磯武尊の神様も50って書いてあるんで、なんかまたやっぱり5っていうのがね、共通項として上がってくる方々だなという風に感じております。最後に神代記なんですが、こちらはですね2パターンあります。なんか出雲神話をベースに描いているパターンと、東国の神と天の岩戸とかね、そっちを、描いているパターンの2つにね、系統が分かれていて、それぞれにですね、派遣している存在としているのが変わってくるんですけれども、出雲神話の場合をベースにお話しさせていただくと、まあ、やっぱりスサノオノミコトがですね、後ろ盾として存在します。その後ろ盾となってね、スサノオノミコトが後ろ盾になることで、大国主の神様がですね、足原の中津国を平定したという時になって描かれてますよね。あの時の後ろ盾のパターンと一緒で、やはり後ろ盾になるのはスサノオノミコトで、まあ板手の神様がね、磯武尊の神様でですね、こちらがですね、まあスサノオと大国主の神様をつなげたりしてるんでですね、まあそういったところで紀ノ国にも関係してくるっていう風なところでね、一つのお話のモデルにはなりうるのかなという風に考えております。そしてもう一つのパターンの高見むすひのみことパターン、これはあれです、もう天孫降臨と国譲りです。天孫降臨と国譲りがもうそのまんま神武統制をとトレースしたお話なんですよ。というのはですね、高見むすのみことはもともと二匹のみこと可愛さに足原の中津国を平定しようというとんでもない話です。なんで高見むすのみこと様自体がですね、まあ後ろ盾となって二匹のみことをね、天孫、まあ足原の中津国に降臨させようというようなお話ですよね。その時に派遣される人が普通主の神様です。この普通主の神様っていうのがですね、盾を装備してるんですよ。実はこの人、普通主の神様はまず出雲の国不時の中ではですね、盾縫いっていうね、盾をなんか縫ってたっていうような逸話がね、ちょっと描かれていたりします。そしてですね、日立の国不時の中でもですね、普通主の神様が持っている武器や武具っていうものがですね、全部なんか一個ずつ取ってね、土地に置いていくっていうお話があるんですけど、その中で盾をわざわざ置いてってるんですよ。ですので、普通主の神様は盾を装備しているんです。これも彦一世の神様と同じように盾を装備しているっていうね、同じ共通項、エピソードを持っていたりします。今回これです。やっぱり盾なんですよ、みんな。板手の神様は盾を装備している普通主の神様、盾を装備している彦一世の御事様とかですね、結構盾に関係している人がやたら横並びで出てきます。同じ場所に。日本人の戦闘スタイルは、この後は武家を中心になっていくんで、まあ、刀とか槍で戦うっていうのが一般的だって、ね、両手で武器を持ってるんですよね。だから盾を持って戦ってる人ってなかなか珍しいんですよ。まあ、古代中国とかはね、盾持ってたりしますけど、やっぱりその時のね、戦の流れがね、まだ日本に残ってたパターンで、その後のね、もう武家のね、鎌倉時代とかそのくらいの戦い方になってくると、ほとんど盾を持ってないんですけど、やっぱり古代のね、この時は盾を持って戦うっていうのが一般的だったな、だろうなと思われるんですが、神様の中でね、わざわざ盾を装備してるっていうね、記載が描かれているのって、ほんとここに書いてるね、方々ぐらいなもんなんですよね。なんか誰々が盾を持ってたよなんて、そんな記載書いてると滅多にいないんで、まあ、そんな風に考えると、盾っていう記述がね、出てくるのはかなり珍しい共通項だと思います。その共通項を持ってる方々が、やはりなんか集まってくる場所っていうのはね、いろいろ、やっぱりここはフューチャーすべき場所かなという風に感じております。要するに、何が言いたいかというと、このパターンなんですよ、ここのお話っていうのは。まず左から、ヤマトに行きたい人っていうのがいます。それは、ニニギの御事であり、神武天皇であり、スジン天皇であったりという。そして、その人を、後ろ盾になってくれる
ヤマトに行かせたいなーって思ってくれる人がいます。これがですね、高見無水の御事であったり、大物主の神様だったり、もしくはスサノオの御事であったりといったところになります。そしてですね、その人の指示でですね、平定してこいって言ってね、押し出された将軍様がですね、彦五瀬の御事であったり、指導将軍の中の彦五瀬里彦、つまり吉備津彦さんですね、吉備津彦さんであったり、そして板手の神様であったりという風にですね、要はこの三つの役目を持った人たちが登場してですね、なんか戦ってるというのがですね、この神武統制の彦五瀬の御事のエピソードの、要するに要約になります。おそらく崇神天皇以降にこれがあったんでしょうね。実際にあった話。そのあった話がですね、やはり神代記編と神武天皇編で2回モデルで描かれてるんです。なぜ2回描かれているかというと、おそらくそれぞれ別の神道の宗派の人たちが、この話を作ったんでしょうねっていう話。東国の神道と西国の神道で別々のお話を作ったんでしょうと。で、その別々の2つの神道を最後にやってきた古事記や日本書紀を編纂した人たちが、これを万世一系一つに繋がってるお話のように見せちゃったんですよ。なので一回しかなかったお話か、その二つの直前にあった二つのお話も合体させちゃったんで、三回あったように見えていると。いやはや、というわけでですね、3回描かれているというのもね、なかなかね、読み解くのもね、難しいところなんですけど、こう考えると見てるってことですね、三つのですね、情報源があるんですよ。一つのお話だと、このね、裏のエピソードって見えてこないんですよね。誰かその後ろ盾がいるなんていう風に見えてこないんですけど、こうやって三つを重ねてみると、この一つのお話の裏の情報まで、なんか見え隠れしてくるというわけでですね、ちょっと歴史の真実にこれは近づいていくんじゃないか。妄想解釈なんですけどね、もちろん。はい。そんな風な、感じをですね、ちょっと抱いていたりもします。さて、この3回描かれているパターンというのはですね、新熱彦さんとのパターンとね、彦五瀬の御事さんのパターンとね、ここで2回連続お話描かせていただきましたが、もちろん2回だけじゃないんです。これからもどんどん続いていきます。どんどん続いていくんで、ちょっと多すぎるんでね、またちょっとずつご紹介していきたいと存じます。今回はここまでとなります。また次回もよろしくお願いいたします。